はい、今回はですね、ズバリ、カナスペ、カナディアンマンとスペシャルマンですね、そちらを紹介していこうかと思います。メインはですね、スペシャルマンの方ですね。まずカナディアンマンの方から簡単に紹介させていただくと、身長265センチ、体重218キロ、超人強度が100万パワー、カナダ出身ですね。で、超人総選挙2019では第38位ということでした。必殺技はカナディアンバックブリーカー、あと、パイレートマン戦で使っていたリビルトカナディアンバックブリーカーなどがあります。で、戦績についてはシングル戦では、ロビンマスクとパイレートマンと対戦するもいずれも敗北ということですね。はい。で、次なんですが、スペシャルマンですね。スペシャルマンは身長173センチ、体重86キロ、超人強度が65万パワー、アメリカ合衆国出身ですね。で、超人総選挙2019では第55位ということでした。で、必殺技はフットボールタックルですね。この技なんですけど、6層格編、要はパイレート版戦でカナディアンマンが使用していますね。はい。で、使用する際にはですね、後ろにね、スペシャルマンもフットボールタックルを仕掛けているね、ところが描かれているんで、一応ね、その技をかけているところは描かれています。はい。まあ、スペシャルマン自体がかけているわけではなかったんですけれども、はい、そんな感じですね。あとこの二人は有名なんですが、タッグも組んでいて、タッグ名がですね、ビッグボンバーズですね。はい。で、ツープラトンはね、ノースアメリカンコーポレーションって、ただこれはね、何かっていうと、元ネタは一応はぐれ悪魔超人コンビに向けて放ったあのツインドロップキックのあれですね。あれのことです。で、一応その描写をもとにゲームで具現化された技らしいんですけども、まあ、ジャンプコミックスの背表紙コレクションの17の方でね、この技がね、ノースアメリカンコーポレーションで紹介されていたんで、一応公式の設定になったのかなと思いますね。はい。で、タックのね、タックマッチの戦績なんですが、あれを対戦と呼んでいいのかってことなんだけど、一応はぐれ悪魔超人コンビに地獄のコンビネーションを食らってやられていますね。はい。もともとね、そのネタキャラの要因になりつつあったんですが、この出来事でね、その方向性が定まってしまった感じはあるんですよ。はい。で、あと、まあ、その背表紙コレクションにですね、この2人のね、カナディアンマンとスペシャルマンに関して島田先生と中井先生がそれぞれコメントを出されているんで、そちらの方もね、紹介させていただくと、まあ、まずね、その島田先生はどちらも当初は中井くんのお気に入り、デザインだけはいい、僕が活かせなかった、いや活かし方を間違えたのかな、かっこ笑いみたいな感じになってました。だから中井先生はすごい気に入ってたみたいですね。デザインもまあ結構いいっていうことを言ってました、島田先生も。で、中井先生の方なんですけど、まさかこんなひどい扱いになるとは、別の意味で読者に愛されているようで、それはそれで嬉しいですっていうことを言っちゃうね。まあ結構不本意なのかなとは思ったりもしたんですけどね。はい。で、まあそんな2人なんですけれども、やっぱりそのなんつうのかな、ところどころでヘタレ扱いみたいなことはされてるんですよね。さっきのはぐれ悪魔超人コンビの件もそうですけど、例えばスペシャルマンにおいては超人オリンピックで筋骨マンに妨害されて予選落ちをしてしまったりとか、あとはまあ、ウルフマンの読み切り版でブラックシップにやられたりとか、あとラージナンバーズのね、マックスラジアルにも、2人してやられたりとかね、まあ、そういう扱いをね受けてきたわけなんですが、まあ、ただね、カナディアンマンに関しては今回一応正義の5本槍に入ってね、男気を見せてくれたんでね、少しはね、名誉挽回できたのかなとは思うんですよね。投票、超人総選挙でも上がってましたからね。ただ、あとはスペシャルマンなんですよね。だからちょっとね、今回はね、そのスペシャルマンのいいところをね、触れつつ、今後の予想もしてみようかなと思います。まずスペシャルマンのいいところですね。まあ、簡単にはまず性格良さそうですよね。すごく優しいかなと思います。はい。うまいことカナディアンマンと合ってるんじゃないか。ちょっとカナディアンマン横着なとかあるかもしれないですけどね。
で、あとですね、テリーマン曰く10トンの鉄を軽々と持ち上げるほどのパワーを持つと言ってるんで、まあパワーはあるんじゃないかなと思いますね。他にもですね、そのアメリカ遠征編、結構前の話なんですが、ザ・マシンガンズを応援するためにですね、他の正義超人にね、応援するように呼びかけてくれてたんですよね。で、実際来てくれてましたもんね。そういう点では、まあさっき性格いいよって言ってたんですけど、人望もあるんじゃないかなと思います。あとですね、これ、筋肉マン77の技に書かれてたようなんですが、スパーリングなどでは、ロビン・マスクやラーメンマンに何度も寝技を決めていたっていう噂があるようです。だから一応寝技は強いみたいな設定はあるみたいですね。まあ、スパーリングなんですけど、あれですかね、野球のピッチャーで言うと、ブルペンではめちゃくちゃいい球投げるんだけど、なぜか試合では打たれてしまうとか、そういうタイプなのかもしれないですね。はい。で、そんな彼なんですが、まずですね、そのカナディアンマンが正義の五本槍のメンバーとしてサグラダファミリアに駆けつけていたんですが、カナディアンマンは現れなかったと。しかもそのカナディアンマンがパイレートマンと戦っている時にも応援に駆けつけたわけでもなかったんですよね。はい、これは何かなっていうのをちょっと考えてみようかなと思うんですが、まず単純にそもそもね、正義の五本槍のあのストーリー自体が、その中井先生がですね、今の自分の画力だったらもっとかっこよく描けるはずだっていうことで、特にキーパックマンですね、それを、熱望して実現したストーリーなんですよね。だから単純にその5人の中にスペシャルマン描きたい候補の中にスペシャルマンが入っていなかったか、もしくは入っていたんだけど5人の中から漏れてしまったかってことですね。まあカナディアンマンが入ってしまったんで、もう2人とも入れるのはちょっとバランス悪いかなみたいな感じでスペシャルマンが外された可能性もあるかもしれないんですけれども、その辺はちょっと分かんないですけどね。はい、まあ、2人ともカナディアンマンもスペシャルマンも2人に愛されてるのかなとは思いますけど、まあ、じゃあストーリー上なんで駆けつけなかったかに関しては、例えばですね、カナディアンマンがですね、スペシャルマンと一緒にね、特訓している回想シーンがねあったんですけど、まあ何ですか、石をね、背負って走ったりとか、あと、技を掛け合ったりとかしてたんだけど、いずれもカナディアンマンがスペシャルマンに技をかけていたシーンだったんですよ。そうするとめちゃくちゃやっぱりそのなかなか自分たちはね活躍できないっていうことで、本当にね猛特訓もしていたと思うんですよね。その中でひょっとしたらそのカナディアンマンと特訓する中で負傷をしてしまったのかもしれないですね。それこそ結構重傷で、ただその代わりカナディアンマンはやっぱスペシャルマンのためにね絶対勝ってくるからっていうのを約束して、サグラダファミリアに向かったのかも知れないですけどね。まあ、結果は残念ながらパイレートマンに敗れてしまったんですけどね。ひょっとしたら触れられないかもしれないけど、ひょっとしたらその辺についても、出てくる、触れられる可能性はあるんじゃないかなとはちょっと思ってたりもしますね。はい。で、そんなスペシャルマンなんですけど、ある意味ね、ストーリー上まだ温存できていると言えるんですよね。温存と言っていいのかは分からないのですけども、例えばね、その単純にそのパイレートマン戦でねカナディアンマンが戦ってる時に応援に駆けつけてしまうと、まあ、そこで一応登場したってことで、また再びなんか仕事をやる場合、まあ、何かしらインパクトあるかもしれないけど、やっぱりそこで登場してしまった分その度合いっていうのは下がってくると思うんですよ。でも効果不効果ね、まだ一回もね出てきてはいないんでね、スペシャルマンの回想の中ではありますけど、だからどこかで何か活躍すればね、それなりのインパクトをね与えれる可能性はあるわけなんですよね。試合はおそらくしないとは思いますけど、しないんだけど何かすごいファインプレーをしてくれるかもしれないっていう点では期待しています。ただね、やっぱそのなんていうかカナディアンマンもそうなんだけど、スピンオフ作品の方ですよね、ザ・超人様、僕も読んでるんですけどね、あっちでね結構ね、スペシャルマンメインなんてそっちでいるから、まあいっかみたいな感じされてる可能性も
あるんですけど、ちなみにね、ちょっと話ずれますけど、他にも筋肉マンレディとかでもね、一応スペシャルマン出てきてるんですけど、ちょっと扱いはひどかったですね。例えばね、筋肉マンって筋肉マンレディとかね、あとテリーマンだ、テリーマンガールみたいな名前変えられてるんだけど、スペシャルマンに関してはスペシャルマンかっこ女でしたからね。女がついただけですよ。で、さらにストーリー上でもテリーマンガールに結構ね、とんでもないことされたりしてたんで、まあ、扱いは良くなかったとは思うんですけどね。まあ、話ちょっとね、元に戻すと、だから、ひょっとしたらね、大活躍するかもしれないで、具体的にどういう風かって予想してみると、まずはですね、テリーマンの親友っていうこともあるんで、ひょっとしたらテリーマンが戦ってる時にやばい時に義足を届けてくれる可能性はあるんじゃないかなと思います。これはテリーマンの動画についてもね、の時でもね、予想はしてるんですけどね。あとですね、やっぱカナディアンマンと戦ったパイレートマンですね。パイレートマンがもし、サタンのね、方の、サタン側の超人にちょっと襲われて、危険な目に遭ってる中、パイレートマンを救うっていう、ことをするかも。知れないですね。それこそ、なんていうか、大井争奪編のジェロニモの時みたいに、自分よりも、ネプチューマンが戦力になるから、自分はネプチューマン守るんだ、みたいな感じでね、なんとかしてパイレットマンを生かそうとね、頑張ってくれるかもしれないです。そういう展開になったらね、ひょっとしたらスペシャルマン、命落とすんじゃないかっていう心配もあるんですけどね。うん。まあ、いろんな可能性はありますよね。あと、現実的な話、アメリカ遠征編のように、多くの正義超人を引き連れてね、応援に駆けつける。つまり、オメガの星を救おうとした場合に、より巨大なパワーが必要で、そのために多くのね、人柄の良さとね、人脈をフルに使ってね、たくさんの超人を呼んできて、もうそこで、なんと、パワーを上げるみたいなことをするかもしれないですね。まあ、そんな感じでね、ちょっとスペシャルマンについて予想したんだけどね、このまま出てこないっていう可能性もね、ゼロではないんで、自分としてはほんとちょい役でいいから出てきてほしいなとは思うんですよね。ちょっとでもね、今みたいにね、いろんな展開が考えられるんでね、ちょっと楽しみに、なんていうのかな、登場をね、待ちわびたいと思います。ということで今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。